っかり生きていかないといけない。ね、この認められた活動は OK なんだけど、自分なりにやってっちゃダメだよっていう、このような全員が納得して、そうだねってルールですよね。でも今本当にその進化が来てるんですよ。で、それはですね、自分のハートを信じてどうやって生きていくのかっていうことなんですよ。Changes を生まれてきただけで It's alright, it's Hello and thank you so much for checking out Chris's room. 今日はですね、本当に僕が passionate about, there's something I'm so passionate about, which is following your heart, right? 本当に僕がもう大好きっていうか、超ワクワクするテーマについてお話したいんですよね。で、それはですね、自分のハートを信じてどうやって生きていくのかっていうことなんですよ。ね、やっぱり僕たちは自分のハートを信じて生きていかないっていうのが、この社会的なメインなライフスタイルだと思うんですよね。ね、これはマスメディアとか FM とかね、ラジオとか聞いてたり、テレビつけたり、新聞読んでたら全然わかると思うんですけど、この日本のなんかしっかり生きていかないといけない、ね、この認められた活動は OK なんだけど、自分なりにやってっちゃダメだよっていう、このような全員が納得して、そうだねって、この何て言うのかな、ルールですよね。もう本当に何万人、何十何万、ね、何十万人の人たちがこれはルールだよねって思ってるからルールになっているけど、自然の目線で考えるとそれはないと、それは想像だと。でもその想像が本当だって子供の時から思っているから、ね、特に人間のヒストリー、人間の歴史を見ると、ね、自由に生きている人たちは殺される、自由に生きている人たちは危ないことが起こる、ね、力を持っている人たち、暴力を使う、脅しを使う人たちが権限、パワーを持って、ね、アンフェアな状況を下の人っていうか、別の人たちにそれを作り出して、その人たちが奴隷になるとか、ね、その人たちが苦しい生き方をして、上の人は金持ちとして生きていけるっていうのが、この星の歴史だったんですよね。この数千年の。ね、本当に。もうエジプトもそうだし、ね、ローマの時代もそうだったし、ね、中国もそういうのもあったし、日本もそういうね、自分が農民で侍にね、自分のお米、ちょっとなんだよ、何言ってんだよ、これ、僕たちの食べ物だよ。なんでこんなにあげないといけないの。ほらって来てくるんだよね。恐ろしい、恐ろしい、恐ろしい生き方なんだよね。だからそういう自由に自分のハートを信じて生きていこうよって言ったら、そんなの危ないぞっていう、そのカルマ、ね、人類的なカルマがこの地球の中ではまだちょっとその何て言うの、残ってるんやな。でも今本当にその進化が来てるんですよ。で、その進化が来ているので、僕たちが人類としてイボーブしていくのね。人類として次元上昇、人類として進化していくわけよ、ね、このスペースが生まれてきているから、ね、っていうことなんですよ。で、これからの時代に何が大切になってくるかっていうと、セパレーションじゃなくてユニティっていう考え方なんですよね。で、これすっごい、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 すごい、もうこれだけが分かったらね、よく言われてるのは、もう人類が、人間がこれだけ気づいたら、一瞬で環境問題とかお金の問題とか苦しい人の問題、そういうのが一瞬でなくなるって言われてるようなメガトピックなんですよね。セパレーションではなくてユニティだっていうことに気づいていくことなんだと僕は思います。まあ、具体的に説明するんですけれども、セパレーションとはっていうと、それはあなたと私は別のものっていう考え方なんですよね。で、これはまさにその前の時代の、その僕が上で僕がお殿様で、ね、あなたは農民だから、あなたは苦しい生活してもいいのよって、え、何言ってんの、そんな反撃してくるんだったら切るよっていう感じ。 You are separate ね。で、これまだありますよね、アメリカでも、世界でも。ね、そのメキシコとアメリカ人の、なんか、まあ、トランプ大統領みたいな、いや、メキシコ、イミグレッツみたいな、そういう、ね、なんか別の人みたいな感じ。ね、このセパレーションっていうのはいっぱいあるんですよ。違う国の人だから関係ないよねって。ね、で、ユニティっていうのは、ちょっと変な、
なんかユニティって変な言葉なんだけど、なんかもうちょっといい言葉、oneness っていうのが全部つながってるっていう意味なんだよね。ね、その体の中の流れてる血はみんな赤なんだよ。ね、どの国で生まれてるかもしれないんだけど、兄弟なんだよ。ね、みんな同じなんだよ。ね、みんなその命を持っているものはみんな愛されてるんだよ。で、みんなでこの星で幸せに生きていくことはできるんだよね。みんなでもう物は足りる。で、全然これ人類として物が足りないっていうのはもう全然超えてるのね。人間に必要なもの、必要な水、必要な食べ物を渡していくことはできるかっていうと、テクノロジー的にはそのノウハウは人類は持ってるわけ。でもなんでそれやらないの？今すぐ幸せになれるんだよ。水問題、環境問題とかパッて直せるんだよ。なんで直さないの？いやいや、そんなことしたら危ないでしょ。取られちゃうよ、僕たちの持ってるものが。お金がなくなっちゃうよ。ね、別の国に騙されるかもしれないよ。またそこの Me, You, Separation。これでまたその想像を作っちゃってるんだよね。恐怖っていうものをリアルにしちゃってるわけ。本当じゃないんだけど。で、反対側もそれを持ってるから、このお互いの恐怖の存在で戦争とかやるんだよね。でも真実は You're my brother, man. You're my sister. 兄弟なのよ。本当は。本当は。だって国っていうのもね、これメキシコとかカナダ、アメリカからカナダに行くとき、ね、地球上に線があるかって、ね、なんか黄色い線があってここがアメリカでここがカナダですみたいな、ないやろ。ないのよ。ね、このポリティカルボーダーっていうのは、これは政治的な線っていうんだよね。人間が作っている線なの。これは年齢何百年によって変わってきたりするわけよ。で、これもクリエーションなのよ。創造なのよ、ね、こういうのに気づいていくことっていうか、まあ、それはね、考えたら誰でも分かるような、なんかね、当たり前なことなんだけど、そのこのような当たり前のような現実的なことをに動くと何が起こるかっていうと、昔の場合は殺されたりしたわけなんだよね。いじめられたりとか。本当にこれ本当の話だよ。なんか女性で、本当に何、1300年ぐらいの時にイギリスの人がね、女性でなんか森の中に行って、あ、このお花綺麗よね、このハーブ綺麗だね、あ、これでお茶作ろうとか、そんなことやってたらどうなると思う？マジ。やばかったよ。魔女狩りやな。本当に恐ろしいことがいっぱいあったんだよね。今はそれ良くなってきてるわけよ。ごめんね、ちょっと怖いこと言っちゃったんだけど。ね。で、その進化があるじゃん。ね。1300年代にイギリスで、ね、ハーブティー作ってたら、マジ命に危険があったわけよ。でも今、2020年で、ハーブティー、森の中でハーブティー作ったら、全然インスタとかにアップできるじゃん。あ、素敵とか言って、逆にこの机買って、で、これみんなでやろうよとか言って、ツアーグループやって、それで生活もできるし、そのやり方を本に出したり、YouTube に出したりとか、全然生活できるし、そうやって幸せを届けていくことはできるじゃん。ね。これは、エボリューション、right? 進化したじゃん。1300年代のイギリスだったら、それは本当に人生に、命に危険があったことが、今は、全然認められるわけよ。そのような感じで、自分のハートを信じて生きていくっていうことは、まだ今は甘いよとか、そんなの危ないよっていう人がいるかもしれないんだけど、これは変わってくることなのね。これ人類の歴史のヒストリーブック、ヒストリーの歴史見てたらわかるじゃん。今言ったように上がってきてるのよ。良くなってきてるのよ。で、今日のトピックは、セパレーションとユニティなんだよね。で、ハート、僕がこれ本当に今朝考えて、あーって気づいたことなんですけれども、ね、僕は前からそのハートを信じていきたい。なんかおかしいと。この生き方絶対おかしい。マスの生き方、マスの社会、やりたくないことをずっとね、続けていかないといけない。本当に子供の時から、あなたは足りないのよって。宿題やらないとあなたは足りないのよ。宿題うまくできないとあなたは持ってないのよ。足りないのよ。で、今度それができたら、今度次のテスト合格しないとあなたはダメなのよって。で、今度それやったら、あなたでも運動もやらないと、この理科もやらないと、で、やっと学校に入らないと、学校に入らなかったらあなたダメなのよ、これができなかったらあなたダメなのよっていうのがずっと何十年も続いて、その大学に入らないといけない、大学に入れなかったらあなたダメだよって、本当に親とかが言うんだよ、子供に。恐ろしいよね。ね、
で今度それがね、なんか自分がなんかいい仕事で今度いい大学に入ったら、でも今度いい大学に入れなかったら、あーもったいないね。テレビとかもやってるじゃん。東京大学を出た、慶応大学で出たんだけどダメな人になってしまった連中たちだとかさ、ね、いつになったら合格できるんですか。あなたはもう合格なのよ。それ忘れないでね。ね、でそれを目覚めていく、それをもそのメモリー、それを持ってくるから今この話でね。そうで、そのような社会的な、ね、物足りない、物足りないで、どういうことが起こるかっていうと、丸罰感覚で常に罰が起こる、常に悪いことが起こる、今のままリラックスしちゃダメ、休んじゃダメ、もっと働かないとダメって言って、自分が本当にやりたいことに全然フォーカスできない。なぜかっていうと、もう超トラウマがあるんだよね。何十年のトラウマが魂にあると、ね、でまずこのそのワンネスで生きていくんだったら、自分にはそのトラウマがあるかもしれないから、そのトラウマ、その怖いっていうのが普通なわけよ。それがあなたの温度っていうかカンフォートゾーンなんだよ ね。だから例えばこれ、あなたの自分の部屋の温度が20から25度の温度があるとしましょうよ。20度以下になるとヒーターがつくのね。で25度を超えると冷房が入ってくるの。だからあなたはこの20から25の5度の部屋で暮らしているとしましょうよ、ね、であなたがこの28度とか30度のところに行くと何が起こるかっていうと、うーってなって、その自分の部屋に自然に戻りたくなるよね。同じような感覚で、この怖いのが普通だよ、悪いこと起こるよっていうね、その部屋、その5度、それしか知らない人が今度自由な世界へようこそって言って、鍵開けてその扉を開けて、はいどうぞ、もう何もしなくていいんだよって言ったら、本当に3分ぐらいはうわーとかなるんだけど、ね、3分32秒経ったら何が起こるかって言ったら、いやいやこんな甘い話ないよ、これ危ない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 って言って、で何をやるかっていうと戻るわけよ、ね、その怖い世界に戻っちゃうわけよ。 それしか知らないんだから、新しいもの unknown it's scaryで、そんなの、そんな話ないって、それは実現じゃないって。だって自分の過去のところ、自分のその恐怖があるところに何万人がいるんだよ。テレビつければそこ、もう恐怖の世界、テレビつけたらそこに入れるよ。バン、恐怖見たいんだったら、この意地悪見たいんだったら、もう LINE ニュース開いたら、パッ、ヤフーニュースね、そういうマスメディアのニュース開いたら、バン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 芸能人をバカにする、この芸能人は偉い、こんなミスしてる、この人はできない、これバンバンバン叩き叩き叩き、恐ろしい。それを何万人が見て、あ、それが普通だよねって言って、みんながその20と25度の恐怖の部屋に住んでるわけよ。でもそれは変わってくるわけよね。イギリスの時はもう20、25じゃなくて、もうイギリス1300年代のイギリスとかはもう0度だったんだよ、マイナスだったんだよね。ね、変わってきてるわけよ。でそれは知らないといけないよね。そうしないと、これ変わってるなって気づかないと、ずっとそこに置いてて、あの遅くなるよね。あの時代と合わせていかないと大変なことになるから、逆に苦しくなるんだよね。だから時代が変わっていくわけよ。同じ古いことをやってて苦しいと時代は変わるわけよ、ね、でこのやりたいことができないっていう部屋にいるとね、そのロアールームっていうのかな、その部屋にいると、ね、そこに本当に何万人、何十万人、何百万人いるかもしれないんだけど、そこにいると何があるかっていうと、私とあなたは違うもの、ね、私は私で何とかしないといけない、私は私だけの面倒を見ないといけない、ね、でもっと低いところに行くと、あなたを奴隷にしても私が良かったらいいのよっていう風になるわけよ。でも多分日本はそうじゃないと思うんだよね。東京とか大阪、日本はそうじゃない、もっと高いんだけど、でもやっぱり私とあなたは違う、上司と私は違う、会社と私は違う、お客さんと私は違うとか、ね、そういう風になってると思うんですよ。ちょっとそのニュアンスっていうか、そのテイスト、その味があると思うんだよね。で僕が本当にやりたいことで生きていこうって決めて、その崖から飛び込んだっていう時は、自分一人でやっていかないといけないんだって思ってたんだよ、ね、自分一人、やっぱり僕はそのなんていうのかな、僕はこういうことをやりたいと、ね、今これライフコーチって言われてるような仕事なんですけれども、こういうことをやっていきたいと、ね、名前は分からなかったんだけどね、こういうハートが入ってることをやりたいなって、やり方も分からないけど、まあできるようになったんだけど、ポイントはそれ、僕がやりたいって思ってたのね。で、うまくいくかな、うまくいかないかなと思ってたわけよ。ね。でも、僕はつながってるんだよね。
僕は自然の一部なんだよね。この低い部屋にいると自分が自然の一部だってみんな知らないんだよね。でもこのアッパールームっていうかもっと高いところに行くと、僕は生まれてきてる時から僕の光を持ってるわけよ。僕の光の色っていうか僕の波動が、ね、あなたもこの地球に来てこの地球を良くするために来てると僕は思うのね。特に2020年でこの動画が見えてる人はすごいっていうか、分かるでしょ言ってること。分かるよね。あなたも持ってるわけよ。でこのビデオのポイントは、あなたも持っててあなたがあなた用の波動で光っていくことができると、この自然の組み合わせとカッチーンってロックしてスババババババっていうエネルギーの流れっていうか、そのなんていうのかな、このあなたがね、あなたの場所がここなのよ、本音のあなたっていうので、自然のこのアッパールームみたいな、その自然のところの波動みたいなのがあって、その幸せになっていくっていうエネルギーだよね。愛のエネルギー、ポジティブエネルギー、自然のエネルギーね、良くなっていこうよ、幸せになっていこうよっていう波動がリアルにあるわけよね。見えないかもしれないんだけど、あるわけよ。あるのよ。ね、あるのよ、これは。で、あなたがその波動、あなたは本当はその波動の一部なんだけど、それを、いやいや、そんなことないよって言って、自分が自分を20度と25度の部屋に入れちゃってるわけよ。で、ちょっとこれ、幸せだな、やりたいなと思ったら、そんなの危ないって言って、ちょっと、あ、幸せそうと思ったら、そんなの危ないって言って、そんなの怒られるとか言って、戻ってくるわけよ。そのトラウマの経験があるから。でその経験を学んでる理由は、他の人にそれを今度教えることができる。教えるっていう感じで口で伝えるじゃなくて、 being、 あなたがそのままでいるから、あなたもそれ、あの他の人が分かってくる、まあ、置いとこう。で、あなたがこうやって大丈夫なんだっていう練習をやって、練習をやって数年間かかるかもしれないんだけど、そうすると今度こっちが自分の部屋になるわけよ。今度25度と30度が普通で、今度20から25に行くと、寒とか言って、こんな怖いことに、こんな怖い世界にいたんやって言って、今度ピュッて自分で戻ってくれるようになるわけよね。でこのシフトには時間がかかると思うのよ、ね、で急にこれやっちゃうと本当に怖くなっちゃうっていうか、本当にね、うん、だからポイントはね、この部屋に行くと自分一人でやっていかないといけない、自分がねって思うんだけど、こっちの上に行くと、あなたがそもそも持っていたものが出て、今度その波動が合うから、バーってもっと広がっていくんだよね。ごめんね、これ言葉で説明するのめっちゃ難しいんだよね。で、自然のものっていうのは必ず意味があるのよ。意味ないように見えるかもしれないけど、例えばね、アフリカのサハラの砂、意味ねえよって思うかもしれないんだけど、風がそれをピックアップしてね、海を越えて、アフリカから海を越えてアマゾンの森に行って、アマゾンの栄養になってるんだよね。ね、例えばオーロラ見るじゃん、オーロラ綺麗だねって、あれって実はエレクトロニックマグネティックフィールド、エレクトロニックマグネティック磁石のフィールドが地球上の外にあって、地球のバリアみたいなのが本当にあるのね。で太陽からいろんな危ないのが飛んでるわけよ。危ない X レイとかいろんなのがあるわけよ、本当にね。ごめんね、ちょっと具体的にわからないんだけど、どういうのが飛んでるかって、マジ本当に危ないのが、これをマジ僕たちが浴びちゃうと、あの死んじゃう、がんになったりとか、もう本当に死んじゃうような危ないのがいっぱい飛んでるんだよね。でもオーロラって何が起こってるかっていうと、それをブロックしているのがオーロラなんだよ。そのエレクトロニック、この磁石のフィールドがそれをブロックしてるんだよね、本当に。それのチラチラっていうのがオーロラなんだよ、見えてるのが。そのような感じで、ね、この例えば僕たちが呼吸すると、植物がそれを葉っぱから吸ってくれて、でオキシジンとして戻してくれとか、こういうバランスがあるじゃん。あなたもこの一部なんだよ、わかる？で心があなたの役目っていうか、あなたのいいところ、あなたが痛いところ、本当にあなたが痛いところを教えてくれるんだよね。だから心をフォローすればいいんだけど、超簡単なんだよ。心をフォローすればいいんだよ。
でも心をフォローすると何がやるかっていうと、危ない危ない、そんなやり方危ないよ、そんなことやったらうまくいかないよとか、親とか周りの人がそんなことやっちゃダメだよとかね、マスコミとかが叩いてくるのよ。本当に恐怖の人たちが、その人たちが。だから僕たちは何ができるかっていうと、一人じゃないのよ。僕とあなたつながってるのよ、ね、これが今日のメッセージなんだよね。でちょっと本当にこれ言葉にして説明するっていうのが難しいことなんですけれども、ちょっと復習としてまとめていきましょう。人類は進化していると。であなたもこのビデオを見ているんだったら結構進化している魂だと思うんですよ。正直言って僕が本当に言いたいことを言っちゃうんだったら、あなたは多分人類を良くするため、周りの人を良くするために生まれてきて、でプラスいろんな学びとかを学びたかったからこの本心に来てるんじゃないかな。もしそういうなんかね、仏教的なまた生まれ返ってくるっていうインカーネーションが本当だったらね、僕本当なのかわからないけど、ポイントはあなたは絶対今本当にこの地球の進化のところに来て人類を良くするためにいると思うんですよ。で一人じゃない、みんなが幸せになりたいから、この数、このみんなが幸せになりたいな、このみんなの数が 51% になったら、この人たちの方が地球で多いから ね。でこの人たちのやり方は It's okay, everything is okay, like forgiveness, 許し、 forgiveness, 大丈夫、愛、喧嘩しない、ミスしても大丈夫、最初なんかやりたいことやったら下手でも全然誰もあなたのことをからかわない、ね、それがリアリティ、ね、それを今の人類の現実に下ろしていくっていうか、今の人類がそっちに上がっていくっていうのかな、そうだと思うんですよね。 So follow your heart and know that you're not alone and we're waiting for you、ね、あなたの出番っていうか、みんながありのままで、あなたより美しい存在はいないから、みんながありのままのあなたがあなたで、ありのままでいられることをお祈りしているの。リアルに。もう何千年間人類は本当にこういうことをオンマニペメハンって言うでしょ、チベットで。オンマニペメハンって言うじゃん。ね、あなたのその心の中の、心にダイヤモンドがあって、ね、それがロータスの花が開いていくようにね。シュッシュッシュッ。ね、オンマニペメハンという感じで。それが今人類に来てるんだよっていうことなので、 Follow your heart ね、カンフォートゾーンのことを忘れないで、幸せになりすぎたら今度気持ち悪くなるっていうか、そういう経験があるから。でなんでこういう辛い経験をしたのかっていうと、その経験がわからないと他の人を手伝うことができないじゃん、ね、それもあるかもしれないから。 We're waiting for you. I love you guys. 役に立ったらサムズアップお願いします。 Thank you so much. じゃあね、バイバイ。